何か言いたいことでも謝罪するまでぶちのめす。よし、いざ。私の番です。やってやるぞ。やってみろ。俺の番ね。絶対負けない。ほら来いよ。さんさ、いい加減引退するか、この店出てってくんないかな。なんで翔ちゃんにそんなこと言われないといけないんですか。ん？女王様が取り囲まれている。だってもういい年でしょ、指名も減ってきてるっていうしさ。あとはナンバーワンの私に任せて引退しなよ。でも今でも私に会いに来てくれるお客様だっていらっしゃいます。その人たちのためにも。いやいや、最近全然客ついてないじゃん。うち結構いい店なのにおばさんがいるせいで格が下がる感じなのよね。つうわけで、あとは私ら若い子に任せてさ、さっさとやめちゃいなよ。おばさん。ぶっちゃけおばさんになってまでムチ振っておっさん踏みつけるとか嫌でしょ。私はこの仕事に誇りを持っています。少なくなっても会いに来てくださる方には誠心誠意対応しますし、嫌だなんて思ったことはありません。んな話してんじゃねえんだよ。目障りだから出てけっつってんの。わかる？何よその目。なんなら今人前に出られない顔にしてやろうか。ちょっと待ちな。え？こんなとこで何騒いでんだよ。やかましいったらねえぞ。ち、それとちょっと聞こえてきたが、この店の格を落としてんのはそこの女王様じゃなくておめえらの方だぜ。ああ、何このおっさん、由美子さんの客、盗み聞きとかマジ最悪。あんだけでかい声で騒いでりゃ嫌でも耳に入るさ。それに俺は客じゃねえ、ただの通りすがりだ。なら部外者は引っ込んでな。通りすがりのおっさんにどうこう言われる筋合いはねえよ。もういいよ、行こうみんな。え、でも志保まだ話が。なんか冷めちゃったし、それに私にも考えがあるから。それじゃあまたね、由美子おばさん。大丈夫だったか。はい、ありがとうございました。どこの世界にも足の引っ張り合いはあるんだな。女王様ってのも大変だ。すみませんでした。すみませんでした。おう。
はい。おいおい、何やってんだあんた。放っておいてください。お、この顔、この間風俗街で見たな。確か魔像おじさんだったか。知っているんですか僕は。まあな、 SM クラブの店長から少し噂を聞いただけだが、俺は春日ってんだ。春日さんですか。僕は牧野原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。そうか。しかし何だって頭を木に打ちつけたりしてたんだ。痛みを感じたいんですよ。痛み？ああ、そういえば店長もそんなこと言ってたな。痛みがないから女王様の無知も感じないみたいな。その通りです。僕は生粋のド M としてありとあらゆる風俗店を渡り歩き、毎晩女王様の鞭を打たれては喜びを感じる幸せな生活を送ってきました。ですが幸せってやつは永遠に続くなんてことはないんですよね。鞭に打たれ続けるにつれて少しずつ僕の感覚が鈍り始めてきたんです。やべえ、声をかけた以上ちゃんと話を聞くべきなんだろうが、共感できるポイントが全くなくて辛くなってきた。今ではこの通り。何の痛みも感じない鋼の肉体になってしまったんです。不安定な体勢で一晩放置なんてプレーもザラでしたから、筋肉までついちゃっていや、笑い事じゃないんですけどね。本当だな。とにかくもう何でもいいから痛みを感じたくて木に頭をぶつけていたんです。それで痛かったか。いえ、せいぜい蚊が止まったくらいにしか。そうか、なんかいろいろ大変だな。だが俺には何もしてやれそうにねえな。まあ頑張ってくれ。それじゃ。あの、ちょっと待ってください。あなた、僕ほどではないですが、なかなかいい体してますね。え？男にぶたれる趣味は持ち合わせてはいませんが、せめてまだ僕の体に痛みを感じられる可能性があるのかは確かめたいんです。そこでお願いです、春日さん。僕を
本気でぶってくれませんか。何？俺がか。はい、これで痛ければまだ希望があるんです。どうかそれを試させていただけませんか。なんなら袋叩きでも構いません。仕方ねえな、ぶっ倒れても文句言うんじゃねえぞ。よっしゃ、待ちこーい。よろしくお願いします。この場にしてやる。よし、とっておき。おっしゃ、行くぞ。じゃあ、黒叩きにして。じゃあ、もっと。もっと、まだまだ。とどめだ。お前だってね。ほら、やぶって。見てろよ。すみません。マジか。すみませんでした。春日さんですか。僕は牧野原聡太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。お、お、ああ。
おお。すまねえ。